ご覧いただきありがとうございます。賃貸のまさきイメージキャラクターのまかすくんです。本日はですね、奈良市大安寺にございます 3DK の物件をご紹介していきたいと思います。それでは早速まかすくんと一緒にご案内していきます。はい、まずはじめに玄関なんですけれども、こちらですね。はい、このような玄関となっております。シューズボックスもついておりますので、嬉しいポイントの一つですね。なおですね、こちらの物件なんですけれども、現在改装前の物件となっておりますので、若干ですね、汚いところはあるんですけれども、こちらがね、クリーニングかかったり改装がかかるとイメージしていただければと思います。はい、そしてですね、こちらのお部屋が洋室のお部屋になるんですけれども、はい、このように日当たりのいいお部屋になっておりまして、こちらからベランダに出ていただくことが可能となっております。ベランダはですね、1階なので専用庭のベランダとなっております。はい、続いてですね、キッチンをご紹介していきたいと思います。はい、こちらがキッチンスペースとダイニングスペースになるんですけれども、はい、このようにですね、こちら、3つのお部屋につながっている、キッチンスペースになっておりまして、はい、こちらがキッチンになります。シンクもね、大きめのシンクが入っておりまして、調理台もあり、お料理などしやすい環境になっております。そしてですね、こちらにコンロを置いていただくスペースが十二分に確保されておりまして、収納も多数ございます。はい、このように収納も多いので、お鍋やフライパンなどをしっかり収納していただくこともできますし、こちらには、はい、このようにですね、収納がついております。はい、続いてですね、こちらの和室のお部屋をご紹介していきたいんですけれども、はい、こちらですね、収納が2つ付きの、大きなね、押し入れが2つ付いた、和室になっております。このように、出窓が、かなり日当たりのいい作りになっております。はい、このような形ですね。はい、続いてですね、お手洗いとお風呂をご紹介していきたいと思います。はい、こちらが水回りの関係なんですけれども、こちらですね。はい、お手洗いになります。シンプルでね、改装が終わると清潔感のあるお手洗いになると思います。はい、そしてですね、こちらが、洗面所になるんですけれども、嬉しいね、独立洗面台がついておりまして、その奥には室内洗濯機置き場がついております。はい、そしてこちらがバスルームになりまして、はい、このようにですね、しっかり大きさのあるバスルームになっており、窓も出窓もついておりますので、換気などもね、しっかりしていただけるバスルームとなっております。はい、このような感じですね。まあ、大きさはしっかりございますので、日々の疲れなどをしっかり癒していただけると思います。はい、続いてですね、洋室のお部屋、最後のお部屋ですね、3つ目のお部屋をご紹介していきたいと思います。はい、こちらになるんですけれども、このようにね、全部屋窓がついてますので、かなり日当たりはいいお部屋作りの物件と思います。はい、以上でですね、まかすくんの物件紹介は終わらせていただきます。奈良のもてなし奈良心賃貸のまさきでは、さまざまなサービスを行っております。もしこの物件気になられた方は、ぜひとも賃貸の間接までご連絡ください。ご視聴ありがとうございました。